はい、皆さんこんにちは。この後ろにありますように、フンボルト協会関西支部と世界 ASJ の共同企画、ドイツへの新しい眼差しの第2弾です。で、今日はちょっとこちらの手違いで、3時からそのスタートするつもりでしたけれども、ちょっと1時間待っていただいて大変申し訳ありませんでした。で、ただ今日はですね、こちらにおられる今その平安女子女学院大学ですね。そうですね、平安その高橋先生で、もともとは京都大学でずっと、ドイツ文学の教授をやっておられて、ドイツの事情には大変お詳しいと。で、特に今これトランプもアメリカ大統領になるということで、何かこう世の中がですね、多分排他主義的になっているいう時に、この難民問題を、あるいはその移民の問題を捉えるということは大事ではないか。特に皆さんご存知のように、ドイツはメルケルさんがかなり独断でですね、80万人以上の難民を受け入れるということを表明された、かなりオープンなところなので、そういう事情にお詳しい、高橋先生にお話を聞こうかなと思ってます。ですから政治学者が何かをお話をするっていうんではなくて、今日はそのドイツで暮らしている 時の肌で感じる難民問題で、そこに関してまたその特にドイツ政府メルケルさんたちがどういうふうに考えられていると、高橋先生感じられているかをお話しいただきたいなと思います。高橋さん、よろしくお願いします。わかりました、はい。で、まずここにありますように、高橋先生から、これコンピューターの方回ります。コンピューターの方、ちょっと今日の高橋先生ですが、ここにお示したようにかなり詳しいプロットを作ってきていただいています。で、今日はこのプロットに基づいて高橋先生から僕がお話を聞いていくという形で進めていきたいと思います。で、最初にですね、やっぱり高橋先生がこの難民問題に注目された一つの体験からお話をいただく方が一番皆さんに分かっていただけるんではないかということで、高橋先生が、昨年の12月に、ダルムシュタットの近くですね、そうですね、におられた頃にちょっと見聞きされたお話を お聞きするところから始めた。ではよろしくお願いします。わかりました。兄弟時代は1年に、2、3回ドイツ行くことが我々多かったんですけど、定年退職しまして、今は各年ぐらいでドイツに行ってます。今年はイギリスとスペインも行きまして、イギリスではブレクシット、EU 離脱の問題ばかりでしたし、スペインでは結構ドイツの悪口をいっぱい聞きました。で、ドイツに一番最近行ったのは昨年の12月で、これはメーケルさんが難民受け入れを表明したのが去年の8月末でしたかね。それから間がなくて、それで行きまして、やっぱりテレビで毎日難民問題について延々と議論してるんですね。ドイツは討論番組が好きで、一つの討論番組1時間とか2時間って続くのが普通なんですよ。ちょっとバラエティ番組に興じてる日本とは大違いで、ドイツ人の国民の政治意識高いなっていうことを、とっても強く感じました。で、当時はですね、極右政党といわれる NPD で、英語で言うと NPD、ナショナルパルタイドイツなんですかね。それから AFD、アルタナティブフィアドイツなんと AFD と、英語で言うと AFD ですが、ドイツのための選択肢なんていうふうに訳されますけど、私の訳だともう一つのドイツっていうふうな
訳の方が正しいと思いますけども、そういう政党、まあ、がまだあんまり力を得ていなくて、そのテレビに出てくる政党のうちで難民問題で難民受け入れに反対している政党は一つもなかったんですね、うん、だから、メルケルさんのいる CDU キリスト教民主党名、それから SPD 社会民主党、うん、それからディクリューネン緑の党、これらはみんな難民受け入れに極めて積極的で、まあ、ほとんど制限無制限に受け入れていい、うん、いいみたいな話でした。でただ一つまあ、バイエルンミュンヘンの方の定数、これはメルケルさんのおられる CDU と兄弟関係にある政党なんですが、キリスト教、社会同盟っていうふうに訳されますね。ここだけがまあ、制限は受け入れなきゃいけないけれど、そんな無制限には受け入れられないよと、うん、やはり制限しなければいけないということを言っていました。でなんかまるで当時のテレビでは、CSU ドイツ社会同盟の、まあ、ちょっと制限するというやや消極的とも取れるような態度がだいぶやり玉に上がっていて、まあ、CSU が悪役みたいに見えたんですけれども、まあ後でお話しますけど、私は制限するしかないと思っていて、まあ、当時もまあ CSU の言ってることがまあ、実は常識的なんじゃないか、メルケルさんのいる CDU とか SPD やミドルの党の言ってることはちょっと理想論に過ぎるんじゃないか、あんまり理想論だと危ないんじゃないかということは強く思いました。でもやはりそういうテレビを見ながら、今ドイツを中心にして世界史が動いてるって感じをとっても強く持ちました、うん。でまあ、今アメリカを中心に世界が動いてるわけですけども、やっぱりヨーロッパでも今世界史が大きく動いてるんですね。で、まあ、日本のことで言うと残念なのは、まあ、帰国して日本のテレビを見ると、まあ、報道されているのはCOP21 ぐらいで、まあ、それ以外なんかドイツだとみんなローカルニュースで片付けられてしまうようなものばかりで、まあ、日本というのは、まあ、ちょっと平和な国だな、まあ、能天気な国だなっていう印象を持ちました。で去年12月行きましたのはダルムシュタットっていうところで、まあ、講演をするためだったんですけども、まあ、ダルムシュタットの近郊の友人の家なんかをいくつか訪ねました。その時に一つはフロイデンベルクという小さな、まあ、村ですね、田舎町というか村でしたけども、そこを訪れまして、そこからズイゲンっていう、まあ、鉄道の通ってる町に、まあ、バスで帰ろうとした時、バス停に何人か人が待ってたんですが、そのうち、まあ、4人兄弟の小さな、まあ、子供たち、まあ、少年少女ですね、中学1年生ぐらいから高校生ぐらいの4人兄弟の、お兄さんと妹の、まあ、兄弟に会いました。で彼らが、まあ、僕私家内と一緒にいたんですが、まあ、僕らは見るからに、まあ、同時人ではないので親近感を持って話しかけてきてくれました。で彼らは聞いてみたらシリアからの難民で、うん、8月に逃げてきたんだと言っていました。で自分たちは逃げてきて、この、まあ、3人はフロイデンベルクに住まいを与えられ、1人はデンマークに行っていると言ってました。で、まあ、これからまあ、どうですかっていうような話をしたんですけど、まあ、とにかく言葉をまず勉強しなければいけないと言ってました。4人兄弟のうち話しかけてきたのは一等下の女の子で、上3人は男の子でしたけど、3人ともなんか英語は全くできないっていう感じで、うん、女の子だけ少し英語ができたんですね。ちょっと先生、せっかく地図出してるので、もうちょっと南の方ですね、多分フランダルムシュタットっていうのはフランクフルトのすぐ南のところです。そうです。
まあ、もうちょっと北ですわ、フロイデンベルク。あ、なるほど。とかなりこの辺になるわけですか。いやいや、もうちょっと上の方です。あ、この辺ですね、はい、いやもうちょっと上ですね。あのボンに近いです。あ、なるほど。あ、そちら側にで、そっち側ずっと来られて、あ、そうそうそう、この辺でお会いになられたと。そうです、ね、はい。じゃあ、あの続き、あ、そこに G 園ってありますね。はい、G 園ありますね、はい、あ、そこからちょっと行ったところです。なるほど。とか、ここでのお話ですね。そうですね、はい。な、ここに先生、難民キャンプがあるわけではないですね。ドイツではね、もう各地に難民を送り込んでるんですよ。なるほど。だから僕はベルリンが一番よく行くことが多いですけども、はい、僕の友達の家の周りで空き家になってるとこはもうみんな難民が入ってます。なるほど。あ、そうするともう本当に町の中に、ちゃんと、まあ、はっきり言うと、あの政府が、まあ、借り上げるかなんかして住まわせてるっていうことですね。よく顔を合わせる。なるほど。僕の友達なんかはね、あの挨拶するので喋ったことはないけれどって言ってます。あ、すいません、途中で、はい、それから、まだね、あの受け入れが決まっていないで難民キャンプにいる人もいて、はい、僕はダルムシュタットで講演したけど、ダルムシュタットの街中にも、難民を収容するための普通の家じゃなくて、うん、まだ受け入れが決まっていないで、あのキャンプになっているところですね、まあ、仮設住宅みたいなところ、うん、そこに、もうたくさんおられました、うん。で、まあ、それからドイツでは、まあ、サッカーが好きでサッカー中継があるんですけども、まあ、サッカー中継見てても多くのサッカーファンが試合中にその難民歓迎っていうのぼりをこう出してるんですね。それから当時、まあ、ミュンヘンの、まあ、あの難民キャンプがありますけど、そこで、まあ、寄付を呼びかけたところ、キャンプに入りきれないの物資が詰まってしまったとかね、そういう話がいっぱい出てて、まあみんな、まあ、シリアの人たち気の毒だと、はい、なんかしてあげなきゃと、まあ、あの日本でも、東日本大震災で、まあ、被災者が気の毒でいろいろ物資を送ったりしてますけど、そういうことが他国に対してしてるっていうことが僕はすごいなと思いました。で、まあね、最近のその日本の新聞やテレビの報道に接していると、まあ、まるで全ドイツで反難民のデモが盛り上がっているかのような報道ぶりですけども、これはまあかなり不正確な報道だなというふうに思うんですね。で、まあ、実際反対している人たちはいます。で、例えばメルケル首相っていうのはご存知のように旧東ドイツの出身なんですけど、その彼女の出身地のメクレンブルク・フォアポンメルン州っていうのは、まあ、ベルリンのちょっと北にある州なんですけど、これも、まあ、元旧東ドイツですね。で、まあ、注意しなければいけないのは、ドイツで反難民感情が強いのはこのメクレンブルク・フォアポンメルン州だとかドレスデンだとかライプツィヒだとかの、まあ、旧東ドイツが多いんです、うん、どうですね、旧西ドイツでもいるんですけども、まあ、それほどではない、つまり難民受け入れに賛成者が多いのが旧西ドイツで、反対者が多いのが旧東ドイツだと。つまり難民問題の背後には実は東西問題があるんですね、うん。でそのことを、まあ、日本のマスコミは、まあ、一部で伝えているものがありますけど、うん、まあ、ほとんど伝わっていないんじゃないかと思うんです。で難民受け入れに一番積極的に反対しているのはさっき申し上げた AFD、英語で言うと AFD ですけれども、これはアルタナティブフィアドイツなんて、ドイツのための選択肢という政党で、女性党首の、そうですね、まあ難民を受け入れないもう一つのドイツということを目指しているわけですね、うん。で、まあ、これは単純な右翼というふうには言えない政党で、結構インテルにも支持されてますけど、この党の得票率で 5% を超えている得票を得ているのが、まあ、メクレンブルク・
ファーポンメルンというメルケルさんの出身地からブランデンブルク州、それからザクセン、ヘッセン、テューリンゲン、まあ、バーデン・ビュルテンベルク州、うん、ザ・ランドと、まあでまあ、その7州で 5% を超える、まあ、得票を得てるんですね。ちょっと実際今質問が来てまして、その難民と移民 の、 定義ですけども、まあ、これはやっぱり要するに全然違いますね、まあ、政治的な。そうですよね、 なんか説明いただけますかね。まあ、今ヨーロッパで難民受け入れの際にですね、難民として認定されないのが経済難民と言われているんですね。経済難民というのは移民と言ってもいいと思うんですけど、うん、ヨーロッパの場合移民っていうと主に東欧からの人たちを指しますね、はい、で難民はまあ中東それからアフリカで戦争で、うん、追われたとか、まあはい、もう、ね、命の危険のある人たちを指していると言っていいと思います、うんうん、まあ、基本的にはあとでお話になると思いますけど、ヨーロッパってやっぱり難民の歴史ですよね。ハンガリー動乱で、それからやっぱりそのチェコの春、あプラハの春だ、そういう、まあ、いろんな動乱でずっとこう難民が例えば、オーストリア国境を歩いてるっていう画面何遍も出てきてますよね。だから基本的にはやっぱりそういうその政治的に迫害されてるというよりは戦争でその戦火を逃れてきた人たちを難民としてちゃんと受け入れるという、そうですね、ことがあるいことですよね。これは日本と大きな違いで、日本は周りが海なもんですからね。ええ、そうですよね。だから日本の周りで例えば北朝鮮から日本に難民でやってくるってもう簡単には来られないんですよ、うん、ところがヨーロッパの場合、まあ、旧ソ連の支配下にあったチェコやハンガリーっていうのは、うん、まあ、そこで、まあ、ソ連の首利きから脱しようと思って、 それで、まあ、ソ連にやられてしまう、うん、でまあ、まあ、お隣と言ってもいいようなところに住んでるわけですから、うん、すぐやってきますし、それから習近平や、まあ、アフリカっていうのも地理的に近いわけですね、うん、で習近平は、まあ、昔は十字軍でヨーロッパからイスラム教徒と戦争しに行ってたようなところですから当然近いわけですし、アフリカには、まあ、主に、まあ、イギリスとフランスがたくさん植民地を抱えていて、そこの植民地を放棄したと、まあまあ、アフリカの諸国で独立運動が起きて民族間の対立なんかが起きて、まあ、難民がたくさん生じしてるんですから、結構いまだに、まあ、ある意味でヨーロッパに責任がの一端があるとも言えるんですね、うん、だそれが日本とは随分大きな違いだと思います、うん、で話戻りますけど、その旧東ドイツの人たちが難民受け入れに、まあ、消極的なのには、うん、まあ、ちょっと理由があって、ね、旧東ドイツの人たちの方が旧西ドイツの人たちもよりも失業率が高いんですね、うん、まあまあ、ちゃんとした旧西ドイツのような教育を受けてきていないっていうようなこともありますし、まあ、彼らはまだ景気が悪いと思っている。それで、まあ、旧東ドイツにも難民がいなかったわけじゃないんですけども、それらの難民はね、ベトナムとかカンボジアとかインドネシアの、まあ、これらはみんな旧共産圏だったわけですが、それらの人たちを、まあ、共産圏の国民という理由で助けなければならなかった。で、まあ、彼らはいやいやながら、まあ、受け入れていた。それでもう外国人の面倒をみんなはもう嫌だと、外国人救済はもうよしにしてくれっていう、そういう思いが強いんですね。でこういう反外国人感情っていうのはハンガリーとかポーランドとか、まあ、かつて鉄のカーテンの向こう側にいた旧東欧の人々に多いんですよ。なるほど。彼は西ヨーロッパ人のように外国人に慣れていない、
それから、まあ、排外主義が強いんですね。で、面倒を見てもらうのは自分たちの方で、自分たちまだ貧しいんだよ、うん、自分たちの世話を見てくれと、難民の世話を見るより自分たちの世話を見る方が先だろうというふうに思って、まあ、それが難民受け入れに消極的になる理由だと思うんです。なるほど。で、まあ、さっきドイツの政党の中で難民受け入れに積極的なのが、ドイツ、政党でいうとキリスト教民主同盟、SPD、まあ、社会民主党、それから緑の党だと。反対しているのが、まあ、バイエルにあるキリスト教社会同盟、あ、じゃあ、まあまあ、AfD、ドイツのための選択肢ですね。それで、まあ、中間に位置するのが CSU というキリスト教社会同盟だと言ってもいいと思うんですが、その CSU っていうのは最初からシリアの難民受け入れには極めて消極的だったんですね。これはまたさらにドイツ特殊の事情があって、ビッスマルクなんかがドイツを再統合するときにですね、バイエルンをやいやながら中に引き入れたわけですね。で、まあ、バイエルンっていうのはもう小学、まあ、戦争で負けたんでプロイセン、まあ、ドイツの中に組み入れられてしまった。今のドイツの政治をやってるのはプロイセンである、自分たちはまあ、まあ、本当にドイツではないみたいな意識がちょっとあって、でまあ、ドイツ政府のすることに対して、まあ、批判的になりやすいんですね。ただしミュンヘンの人たちは我々リッチで、まあ、お金持ちの人たち、バイエルン州の中でミュンヘンとパッサウが我々難民受け入れに積極的で、これもまあ、ドイツはいろいろ多次元国家なんだなっていうことを感じますね。うん、実際にはその一般の方の感覚でね、そのただシリア問題ですけども、僕らから見ると NATO 軍が少なくともシリアの、まあ、反アサド運動には関わってるわけですね。そうですね。ですからやっぱりそのある意味でその、まあ、食材意識というかですね、うん、そういうものはないんですかね。食材意識もあるでしょうね。まあ、メルケルさんがなぜ難民受け入れに積極的かっていう、まあ、理由もお話しますけど、まあ、一つは、まあ、かつてドイツが、まあ、特にナチスの時にいっぱい難民を出してしまった、うん、そう、ああなるほど、うん、それに対する罪滅ぼしみたいなね、うん、なるほど、意識も当然ありますね。うん、この、まあ、メルケルさん の, 話、これは先生、もう3番目に行っていいんですかね。ああ、その話しましょうか。はい、ただ一つ、まあ、僕も単純な質問、これは一回聞こうと思ったんですけど、メルケルさんって牧師さんの娘さんですよね。そうなんですね。ですからやっぱり東ドイツではかなり、迫害されたんではないかなというふうに思うんですけども、まあ、メルケルさんって意外と日本人にはそれほど知られてなくて、まあ、鉄の女みたいな雰囲気ですけども、やっぱりこう東側から出て、まあ、ドイツのお母さんみたいな形で本当に信頼を得てる方ですよね。で、僕も一回ベルリンの研究所で学生さんと話してるのを聞いたことありますけど、そういう意味でもやっぱりなかなかいろんなことを知っててタレントな方ですよね。ね、そういう意味で生い立ちから考えると、やっぱり本当は東ドイツで迫害されてこられたんではないかなと思ってたんですが、それはどうなんですかね。メルケルさんっていうのは、まあ、物理学者ですけども、お生まれは確かハンブルクですよね。うん、あ、そうですか。それで、ね、お父さんが牧師さんで、うん、それで牧師として東ドイツにもう壁ができたんですかね、はい、あ、壁ができた後に行かれてるわけですか。そうです、赴任してるんですよ。そして、向こうでは割合、まあ、優等生の東ドイツ人で、うん、彼女は西に行くことも割合自由だったんじゃないですかね、うん、でただし属していた政党が、まあ、東ドイツにも
キリスト教民主同盟、設定でいうという、うん、全く同じ名前の政党があって、うん、西ドイツの、あの政党とは中身は全然違うんですけど、中身は全然違って、ほとんどまあ、うん、共産党と同じようなところなんですね。西のメインは東のアンチですよね。あれで、ただたまたまな、あの彼女が属してた政党はそこじゃなかったんですけど、うん、その後その政党が何ていう政党だったか忘れましたけど、セーデウーと合併して、うん、でセーデウーの政党になったんですね。東ドイツのセーデウーです、うん、でたまたま西ドイツのセーデウーと東ドイツのセーデウーと名前が同じなの で、コールさんと一緒の会に出たんです、ね、なるほどね。そこでコールさんがこいつは優秀だと思って、うん、それで東西ドイツ合併後にメルケルさんを旧西ドイツのセーデウに入れて、うん、まあ、それ今のお話をもうちょっと分かりやすく言うと、まあ、東ドイツではかなりその反政府的というか、まあ、要するに野党勢力で頑張っておられて、でただたまたま東ドイツに対する野党というのはやっぱりそのキリスト教、まあ、お父さんもキリスト教ということで、名前がついていたので、まあ、統一当時の、ドイツ政府は、チェーデウ・チェースって言ってその、まあ、キリスト教民主同盟との、まあ、政権ですから、でそこで、次の総選挙で一緒に東と西が同じになったと。しかしいろんな意味で思想的な背景は違うと。だそうするとその思想的な背景が違うということから、その例えばメルケルさん自体はやっぱり党の中でももう、はっきり言うとダントツでかなりその、まあ、難民受け入れに積極的なのか、そうか、まあ、ともかく党全体はそのメルケルさんと一枚岩で、定数は別としてですね、は考えていいんですかね。そこはね、詳しくは存じませんけど、まずメルケルさんの考え方はドイツの、まあ、セーデウっていうと、まあ、真ん中より右ですから、うん、まあ、中道右派ですね。そうですね。だけど彼女の考え方はSPDに実は近かった。あ、なるほど。社会民主同盟ですね。社会民主党ですね、うん、真ん中より中道左派に近かったんじゃないかと言われています、はい、うん、ただSPDと違ってセーデウっていうのはキリスト教民主同盟でキリスト教を歌っているところ で、うん、でメルケルさんは牧師さんの娘さんですから、キリスト教なわけですよ、うん、それで、まあ、セーデウに入った。だからセーデウの中でも彼女の政策は真ん中より、まあ、ちょっと左側であるということは言えるんだろうと思います、うんうん。そしてキリスト教の教えでは まあ、困ってる人は助けてあげなければならない、うん、これは明確にあるわけですね。そうそう、はい、で、まあ、メルケルさんにとってそうなると難民を助けるのは当たり前のことだということが一つあるのと、うん、それからドイツの教授にちょっと詳しく聞いたことがあるんですが、彼女がまあ、東ドイツから西ドイツへの脱出について、まあ、自分自身彼女は割合出られた、比較的自由に出られた方なんですけど、それでも随分苦労することがあって、うん、まあ、途中で、まあ、トイレもないようなところを行かなきゃいけないと、うん、それでどれほど、まあ、苦労しどれほど危険を伴うかっていうことをよく知っていて、それだけに個人的にも難民に個人的に同情する気持ちがあったんじゃないだろうかというふうに推測されています、うん、でただしね、私はそこで申し上げたいのは、僕は政治の世界に同情心っていうのは持ち込むのは、うん、まあ、危険だと思っています、うん、人間として同情心っていうのも持たなきゃならないことは、うん、当然なんですけども、うん、まあ、それはそうですね、はい、うん、だけど悪い先例があって、これはまあフランス革命の時ですね、指導者だったロベスピエールのことなんですけど、うん、まあ、指導者の人格的正当性っていうのは、その困ってる人、不幸な人への同情心であるというふうに考えられた、
で、そのためロベスピエールがフランス革命を率いていくことが正当化され、うん、そして彼はあの困ってる人たちのためだという理由のもとに恐怖政治を行って、うん、自分に賛成しない人たちをみんな殺していったわけですよね、うん、でそれはねだからあのハナ・アーレントは、うんあのまあ、根源悪っていうのはあのカントの有名な言葉であのハナ・アーレントは根源悪っていうものを考え、うん、そして、イスラエルのアイヒマンで根源悪っていうのを否定するわけですけども、うん、彼女は同時にね根源的な善の恐ろしさ、うん、善を 善意だと思って結構テロを起こしてしまうことがあるんだ、うん、これはあの今の IS なんかが多分そうなんですけどそういうことを言っていて、うんまあ、その辺あのなかなかあの、彼女メルケルさんが難民への同情心っていうのをどれほど表へ出していたのかどうかっていうのが結構問題です、うんまあ、ただとはいえメルケルさん今回そのトランプさんが、大統領になった時にですね僕やっぱり偉いなと思ったのはその普通アメリカの例えば、オバマとかブッシュが言ってるようにその、まあ、自由と民主主義をのあのまあどうですかね思想を掲げられる国として付き合いたいとはっきり言うたですよね、うん、だからやっぱりそういうその理想をちゃんと掲げてその国の行く方向が単純に同情やそういうようなものではなくてですねいう形でやっぱり言えるいう意味ではまあなかなかの政治家やなというふうに思いましてですね、うん、でメルケルさんはねあのシリアの難民受け入れに最初は積極的ではなかったと伝えられてるんですよ、うん、そうなんですか。でそれがあの方針転換したのは多分党の中で時を伏せられたか、うん、皆さんと議論した、うん、結果だと思うんですけどね。でこれあと、今、まあ、人道的宗教的理由で、まあ、それは単純な同情心だけではないっていう話ですけどやっぱりここにあの2番目に挙げられておられるやっぱりそのドイツが抱えている人口減少の問題でこれはやっぱりあのまあ、はっきり言うと EU の盟主として特に経済的には、最もプライマリーバランスがゼロであるというような、うん、その発展が可能な国ですよね。だからやっぱりそういうかなりこう経済的な問題もやっぱり頭にあってチェデウはその、まあ、要するに経済発展と難民受け入れというものがやっぱり一体化してますよという言い方をしてるわけです、ね、そうですそうだと思いますね、うん、あのだからあの、まあ、あの世間の人々はあのメルケルさんはあの、まあ、難民への同情心があるんだろうと勝手に思っていますけど、うんまあ、メルケルさんはそういうことは一言も言っていないわけですね、うん、であの最初にトランプの話が出ましたけど、まあ、トランプ政権を成立させたのはアメリカの中における、まあ、移民反対運動ですね、うん、ところがあのアメリカっていうところはあの、まあ、主に、まあ、メキシコの方からの多くの、まあ、移民を受け入れて、うん、それであの人口は減らずにあの、まあ、経済成長を、うん、遂げてきたわけですね。ただしそのアメリカの中の問題は移民の人たちの方が給料安くて働いてくれるんですよ、うん、そうするとあの給料 の,、まあ、たあの高い白人はいらないということになって、うん、そこで、まあ、白人が職にあぶれてしまうのであの移民排斥運動が起きる、うん、で同じ問題があのヨーロッパでもありましてあの今年はあのイギリスとあのバルセロナに行ったと申しましたけどバルセロナで聞いたんですけど今スペインでは、25% が、ねうん、あの失業していて失業です、ねうん、若い人は半分なんですよね、うん、50% が失業してるでどあのじゃ あの就職口がないかっていうとあの雇用はたくさんあるんですよ、うん、ところがあの雇用をみんなあの移民が取ってってしまう、うんまあ、主にあの東欧の人たちが多いんですね。であの
彼らはまあ給料安くて、うん、もう好んで働く。そしてまあヨーロッパの家、まあマンションですね。マンションっていうのは日本の、平均平米数がマンションの平均平米数が45とか48とかその平米ぐらいなんですけども、向こうの人はだいたい90ぐらいのところに90平米ぐらいある大きなところに住んでいて、だけどまあ間取りは 3LDK ぐらいなんですけど、その 3LDK のところを借りて移民の人たちは3家族住んでるんですよ、うん、部屋は3つありますから3つのところに住む。それで家賃は少なくて住むし、うん、給料は安くて働く、うん、でそのためスペインの人たちが働き口を失ってしまってる、うん、まあ、彼らは安い給料で働くって言ったら就職できるんですよ、うん、だけどそれするよりは失業保険もらってた方がいいわと、うん、あとはフリーターで働くと、そういうふうになっている、うん、そういう問題が今ヨーロッパ全体で起きてる、うん、例えばドイツの今失業率はやっぱりかなりいいんですか。実は経済いいって言いますけど、やっぱり僕のイメージは昔からドイツでもやっぱりいくら経済が良くても失業率だけは高いというイメージがあったんですけど、いや失業率低いですよね。低いですかやっぱり、ええ、例えばこれヨーロッパと単純にアメリカや日本を比べられないのは、そのグローバライゼーションという問題がどういう影響を持つかというときに、まあ、EU の場合その経済圏としてですね、そのまあグローバライゼーションを域内でとどめようというもうモーメント働いてますよね。ところが日本の場合それがないから、まあ、ベトナムに行く、どこに行く、中国に行くっていうような形でどんどんその外へ出てる。アメリカの場合も結局アフターを使ってもうよそに出ていくっていうのも反対今されてるっていうのは、やっぱり域内での統一性っていうのが、ないと。だから今のグローバライゼーションの場合、日本要するに言えば域内をグローバライゼーションのそのにとどめるっていう発想でなんとか共存共栄を図ろうという方向に行ってますよね。でそういう意味で言うと、やっぱドイツはやっぱ EU というのも先に作っちゃってて、でそういうところで確かにこうスペインは 25% でドイツはまあ 10% 以下っていうような 5% ですか、まあ、日本とほとんど変わらないですよね、はい、いうことがあった中でもやっぱりどう言いますかね、いわゆるグローバライゼーション批判というのはあんまり出てこないというかですね。だから EU の中でのやっぱりこう東、それ移民、変な言うと EU の中での移民問題がグローバライゼーション問題に変わってるわけですね。そういうふうに考えてるんですね。そうですね。だからアメリカが移民をたくさん受け入れて経済うまくいったわけですね、うん、それでまあうちもそうしようと思ったのが、例えばイギリスですよ、うん、だから東欧からの移民が増えた時に、移民を、まあ、ヨーロッパ諸国は、まあ、受け入れるけど制限しようとした、うん、だから無制限に受け入れますよと言ったのが、まあ、イギリスなんですね、うん、それが今度のブレクシット、イギリスの EU 離脱の問題につながっている。そうですよね、うん、で僕は1986年から88年まで、まあ、このフンボルト財団でドイツに留学していましたけど、まあ、ケルン大学だったんですけど、大学の中でね、あった、まあ、知り合った、友達知人の中で、まあ、純ドイツ人じゃない、ヨーロッパ出身だけど彼はユーゴ出身だとか、うん、ギリシャ出身だとかイタリア出身だとか、そういう移民というかな、うん、あるいは移民ないし移民系の人、まあ、おじいさんが移民とか、ね、いうのまで含めると、まあ、大体3分の1ぐらいいたわけですよ、うん、で、まあ、で彼らはね、まあ、本当にヨーロッパ内の人たちで、うん、まあ、完全に ドイツ語はドイツ人よりドイツ語上手な人もいるわけで、うん、完全にドイツに同化していましたね。で同感していない人も
も言って、それがあの、うん、まあトルコの場合が問題なのは、トルコ人で同化してる人もいましたけど、ね、まあ、うん、同化してない人も多い、うん、あのドイツ語よく喋れない、うん、あと今あの質問でやっぱり移民が経済を助ける結果どうして失業が増えるのかと、それやっぱりこれやっぱりあの経済発展の矛盾ですね。そうですね、多分あの日本の場合その、失業率もそう低いと、でしかも、まあ、購買力も低い、その結果その経済成長率は落ちると、でそういう問題をやっぱり経済成長率のところからこう伸ばしていくためには、まず人口が増える必要がある。人口が増えるいうことは物を買う人が増えるし、働く人が増える。でそこにじゃあ、舵を切った時にそのまあ労働市場、そのじゃあ 5% 今先生おっしゃる 5% の失業率を維持できるかどうかというのはなかなか難しくて、それはやっぱり全員がその、新たに生まれた労働市場に入っていくかどうかっていうところでいうとなかなか難しいところありますよね。行動変換がしにくいという意味でやっぱりその失業が増えるということはもうまず覚悟してやらないとダメではないかなと僕自身も思いますね。だから、まああのはい、今度のトランプさんの場合もそうですけど、まあ、ドイツの場合もあの、まあ、一時あのガスタルバイター、外国人労働者ってのをたくさん入れて、うん、彼らがついてる職業っていうのが、まあ、そうですね、あの、まあ、あれは肉体労働であって、うん、その肉体労働を、まあ、あの純粋なドイツ人っていうのをしなくなったために、うん、彼らがいなくなってしまったらもうそのいや大変ですね、まあ、水道工事もみんなできなくなってしまうんですよ、だからもうどうしても必要なわけですよね、であの、まあ、日本と あのドイツの類似点があの、出生率が低いですね、 1.4% で同じなんですね、ほとんど同じなんですよ。で、まあ、先進国の中で一番低いんですね、うん、でその出生率の低さを何とかして埋めなきゃで、うん、日本はうまくやっていない、あの成功してないんですが、ドイツの場合はそれを移民問題で解決しようとしている、うん、だからメルケルさんがあのシリアの難民受け入れに舵を切った最大の理由はこの出生率、まあ、人口減少の穴埋めなんじゃないかなというふうに、うん、まあ、僕は思っています、うん、一方先生、ここその問題点についてですね、まあ、あの一番こう直感的な心配というのはもう明らかに移民の中に紛れ込んで、あ、ごめんなさい、難民の中に紛れ込んでいるイスラム、まあ、戦線の人たち IS ですよね、まあ、これに関してはあのこう、まあ、どうしようもないというか、やっぱ受け入れるというところである程度、覚悟しないとダメっていうかですね、例えばこれ僕この前あの岡林先生、高橋先生とあの一緒に話をした時に、別に難民に限ったことはないんですね、うん、でこの前あの911でドイツから行った人がその貿易センタービルに突っ込んだわけですけども、やっぱりそのドイツの中でやっぱりその、外国人問題があり、でそこで差別があると常にあのどう言いますかね、このテロ問題というのは、繰り返し繰り返し起こってきて、難民があると若干確率が増える程度と考えているような気がするんですが、どうですかね。そのこれはね、あの、フランスの場合を考えるとよくわかると思うんですけど、フランスでまあ一番ヨーロッパの中ではあの IS テロが多いわけですけど、そうですね、あのそれはあの IS の方から命令されてきたっていうよりも、まあ、フランスに住んでいる、まあ、移民難民の中で、うん、まあ、自発的にやってるようなことになるわけですね、うん、で彼らはねどういう生活状態にいたかっていうと、まあ、うん、まず食がないわけですよ、うん、で食がないからあの食べていけないので、うん、しょうがないから泥棒しますね、うん、そうするとあの捕まって牢屋に入る、うん、牢屋の中で同じようなあの、まあ、IS の人たちで、うん、彼らに洗脳されて、まあ、出国してから犯罪を、うん、あのテロを起こす、
そういう問題があって、だからまあドイツはそういう問題分かってるんで、まずホームレスをなくす、うん、だから家を与えるということを積極的に、難民しょ、難民じゃないそういう、アジールという、うん、まあ、彼らを職のない人たちを収容するところがあって、そこで食事を与え、うん、寝るところと食事を与えてますよね、うん、でそれで彼らが犯罪を犯すのを防いでるわけですよ、うん、これはやっぱりうまい制度で、普通皆さんそういうことを聞くとそれ随分お金かかるだろうと思うかもしれないけど、うん、実は牢屋作って、牢屋の中に収容して、そこに監視がいて、そこでも寝床と食事を与えなきゃいけないわけですよ、うん、だから牢屋じゃないような形で収容して、その方が安上がりっていうのが、うん、まあ、ドイツの考えですね。例えばその就職の世話とか、そういうところ辺はどの辺までやれてるんですかね。随分世話見てるようですけどね、うん、そういう収容所の中で、職業訓練なんかをしたりして、はい、そうするとその外へ出た段階ではまず仕事がちゃんと、まあいい仕事かどうかは別だし、特にシリア難民の方って結構そのまあインテリ層とかそういうのは多い、先生とかお医者さんとかで、しかしまあそれはかなわないにしても仕事はちゃんと与えられるという構造にはなってるわけですか。なってますね。だからドイツの場合はゲーテインシュトゥートがあって、そこでセルティフィカーツプルーフングっていうのがあって、その試験、ドイツ語の試験ですね、はい、その試験に受かるとブルーカラーじゃなくてホワイトカラーの仕事ができる。なるほど。でみんなその試験に受かるようにドイツ語をできるようになろうと思って頑張るわけですね、うんうん、そういう、まあ、ちゃんと制度としてそういう制度があるので、うん、まあ、それである程度保障されてるわけですね、うん、なるほどね。例えばあと、まあ、ドイツ自身がその難民あるいは移民を使って経済成長をやっぱり一つその方針として決められているというのは分かるんですけど、でその時にやっぱりこう難民問題になってくると、ある一定の期間に戦争でどっとたくさん来られてて、でそこで一番その問題になるのはやっぱりその両方とも、その元々いる人も難民も職を奪い合うという構造になる。で、失業率の高い、まあ、スペインもそうですけども、まあ、一番大きいのは党ですよね。やっぱり僕もニュース的な印象で言うと、ともかく党の反対、まあ、ポーランドもそうですけども、ちょうど EU の議長やってたですよね。だからポーランドの反対、それからチェコ、あの辺の反対の強さというのをびっくりするんですけども、まあ、今ハンガリーが一番強い。ハンガリーですか、はあ、それからオーストリアが強いですね。オーストリアもやっぱり今でも、まあ、もともと今かなり右翼政党が自由党ね、そうですね、自由党が今、もう寸前のところで政権取るところでしたね、うん、オーストリアは一方でね、難民受け入れにものすごく積極的な人と大反対の人と両極に分かれちゃってるんですね。まあ、非常に危ない状態で、うん、からハンガリーもそうですね、うん、この間国民投票で、うん、まあ、50% を達しなかったので、はい、まあ、通りませんでしたけど、うん、まあ、投票者の中では90何%、100% 近い、はい、値が、まあ、難民受け入れに反対してましたけど、まあ、結局ね、彼らは自分たちまだ、まあ、どうしてもヨーロッパの中にいますから、お金持ちの旧西ドイツ英独仏みたいな、あるいはまあよりお金持ちなのはオランダとかルクセンブルクなんかですけど、うん、そういうところの人たちと比べて自分たち貧しいと思ってるわけですよ、うん、で自分たち貧しくて、お金持ちの西ヨーロッパの人たちみたいになりたい、うん、そう思っているので、自分たちの面倒をもうちょっと見てほしい、うん、それが自分たち難民なんか受け入れたら、うん、自分たちもっと貧しくなっちゃうじゃないのって、うん、そう思ってるわけで、うん、それは感じますね。僕自身も一回だけブルガリアのアカデミアに行ったことがあるんですけども、やっぱり
800万ぐらいの人口で、でしかも研究施設はそれほど良くないんですね。でその EU に入る正式加盟できるまでは EU からの援助っていうのはやっぱりしっかりあって、 EU の援助とともに JICA がですね、すごく援助してるんですね。ですからブルガリアに行くとその日本のこういう援助でここの建物を建てたとかいうのはいっぱい書いてますよ。ところが EU 正式加盟するとパタッと JICA のお金も来なくなって、で EU に全部依存しちゃう。でそこで EU に依存するんだけど、今先生おっしゃるようにじゃあ今まで通りしっかりとサポートしてもらってないっていう、まあ、若干こう被害妄想的な感覚が強いなっていう感じを受けましたですね。だからドイツが自分たちのところは人口減少社会で、まあ、移民が必要だというのはいいですけども、うん、だからといって EU の他の国々もみんな難民受け入れろっていうのはちょっと無理があって、うん、それをやるんだったら、まあ、ドイツが金を出さなきゃいけないと思いますね、うん、例えば僕らから見てよくわからないのは、じゃあ今 EU ではもうイギリスがブレグジットになった最大の理由はその中での国境の移動の自由ですよね。そうすると労働市場の自由もあるわけですから、じゃあその、オーストリアの方、それからまあ東欧の方はまあ言葉の問題もあるかもしれんけど、それでもやっぱりよく似てるから、そのドイツに行ってその仕事をするっていうオプションっていうのはあんまりないわけですか。で、ある自由ですよね。そういう意味で言うとドイツの例えば工場に行く、ドイツで仕事を党の人が行くっていうのは、それは制限をドイツはしてるんですかね。してないですよね。だからいっぱい来てますよ、だからイギリスの方ばっかり注目されてるけど、ドイツもいっぱい来てますよ。来てますよね。ただイギリスは一応出生率2割と高いですね。フランスとイギリス、はい、2に近いですからね、はい、だからまあ一応人口減社会じゃないわけで、うん、まあ、深刻なのはドイツなの で、うん、でまあ、あんまり問題にならないから言われないだけですよ、うん、だからドイツで、働いてるポーランドの人なんて何人もいました、うん、週末になるとポーランド帰るんだって言いましたけど、ね、じゃあ次は先生、このさっきちょっと出たですグローバライゼーションっていうのは基本的にはやっぱりその、失業率とかそういうものの中で、難民問題を本当に受け入れられるか、グローバライゼーションそのものに難民問題が関わるということはあるんですかね、やっぱり。それ例えば企業がグローバライゼーションどんどんやって、まあ、EU の域内でもいいですけどもいう時にそのなんか難民問題が積極的にそこに関わってくるというのはあんまりない。それはちょっと分かりませんね、うん、いや まあ、この先生こう5番の難民問題とグローバライゼーションっていう、あ、これはね、はい、私が思いましたのはまあ、子供の時ですね、はい、世界地図を見ていて世の中にはまあ、お金持ちの国と貧しい国とあるなと、うん、で私なんか終戦の年の生まれですから、うん、日本は貧しくてアメリカは金持ちでいいなと、うん、でそういう金持ちの国に住めたらいいなと思ったけど、うん、まあ日本の方が日本語しか離れせないし、うん、なるほど、日本の方がいいかなとかね、うん、そういうことを思いましたけど、でねその子供の時にやっぱりまあ、日本よりも貧しいなった国よりも、うん、まあ、あったわけで、そうするとね、まあ仮に国境がなくなってボーダーレス社会っていうのが訪れたら、うん、まあ貧しい地域から金持ちの地域に人々はいっぱい移動するようになって、うん、世界大混乱するだろうと、うん、でそれは混乱を避けるためにはできないなと、だけど、まあ、貧しい人たちのことは気の毒だけどそれはどうするんだろうなって子供心にも思ったことをよく覚えています、うん、なるほど。それでね、はい、
だから2004年に EU が東欧圏に拡大したわけですよ、うん、で僕はその時極めて懐疑的でした、うん、まあ、反対でしたね。あのそんなことをしたら、うん、あの僕は東欧の国々も見て知ってたので、うん、彼らが西にどれだけ憧れてるかっていうことをよく知ってました、うん、だから彼らがもうみんな高い給料を求めて西ヨーロッパの方に大量移住し始めるだろうと、でもないですよね。いやでもでも結構言ってますよね。いや例えばね、今ちょうどあの質問も来てるんですけども、僕やっぱりあの言葉の壁がねどのぐらいあるのか。例えばブレグジットをやっぱりあのイギリスがその決意する最大の理由は、英語っていうのは結構コスモポリタンな言語になっちゃってて、で東欧の人もそれから西洋の人も、まあ、ほとんどの方が英語ができるから英語圏に行きたいと。で確かにその八百屋さんとか花屋さんとか東欧の方が多いって聞きますけれども、やっぱりところが、まあ、僕自身そんな統一語できへんから分かるんですけど、いくら近い言語だと言ってもそのまあ、ポーランドは近いかな、やっぱりフランス語とか、ドイツ語圏やと英語よりはバリアありますよね。そうですね。だからそこら辺のやっぱりどう言いますかね、歯止めがになってることあるんですかね。やっぱりだからあのイギリスに行きたいと思う人が多いのは、一つはあの、まあ、英語ならできると、はい、学校で英語は勉強してきてると、ね、いうのが一つですよね、うん、それから第二はね、やっぱりあのイギリスは割合あの移民に寛容、外国人に寛容なんです、うん、でまあ、優しいんですよ、うん、だからあのイギリスに住んでる非ヨーロッパ系の人たちは結構インテリで、あの、まあ、なんかインテリさんが結構多いですよね、うん、ああいう、うん、ところで、まあ、移民に対して優しいからイギリスに行きたいっていうのもありますね、うん、なんか英語とその2つがあって、うん、でドイツの場合はあの、まあ、うん、まあ、ドイツ語も難しいんですよね、うん、それから、まあ、まあフランスほど冷たくはないけどドイツあのイギリスほど優しくはないということもあるだろうと思います、うんうん。いやあの EU で僕らも経済も含めてあの質問も来てるんですけど、やっぱ一番分かりにくいのは、要するに国境がなくなって、まあ、言葉の壁はあるにせよ、もうこのボーダーレス社会で、しかももともと貧富の差があるっていう状況であるとね、まあ、物理学的に言うとエントロピーは平準化しますから、はい、自然にその、どう言いますかね、その EU 域内がその人の動きと富の動きがバランスが取られてですね、一定になる。例えば日本でも確かに沖縄と、東京では違いはあるけれども、それでもまあまあ、許容範囲の中に収まっていくんではないかなと思うんですけど、それはやっぱ難しいものなんですかね。まあ EU の中で、EU の中ではそれで行こうというふうに、はい、まあ、あのメルケルさんたちは多分思ったんでしょうね、はい、で実際その東欧の方からあの、まあ、イギリスやドイツにやってきて、うん、であの、まあ、言葉のできる、はい、若者がやってきて、そして仕送りしてるわけですよね、うん、でだいたいあの東のだいたい3倍の給料もらえるって。そうですよね。いや僕らもあの実際ブルガリアルーマニアに行った時に、ブルガリアに行くとだいたい EU、まあ、オーストリーから行ったんですけど、オーストリーの2分の1でさらにルーマニア行くとそれの2分の1で、しかも、まあ、まだ経済圏は統一されてないけれども、一応完全な EU の正式メンバーになっているということで、どういう形でこう、平準化できていくのかなと、僕も今何に難しいなと思うんですけど、やっぱり確かに、今の質問も含めてこのドイツと EU っていう問題、これやっぱ僕やっぱりある意味ではですね、羨ましいと思うんですね。あの EU 問題っていろいろあの、ブレグジットもあり、こういろんな問題があるんだけども、その民主主義しかなかった、ヨーロッパに
一種共和主義がもう一つその存在し得てきたっていう、そういう意味ではやっぱりその戦争もないですね。ヨーロッパの一つのどう言いますかね、大きなきっかけになると思うんですけどね。まあ、この、ヨーロッパ統合の3段階からちょっとお話しいただけますかね。まあ、最初に1951年に欧州石炭と共同体ができたと、はい、で EU のことを考える上で、うん、EU の人たちはこれが一番大事だったって言うんですよね。なるほど。でこれはまあ最初は、まあ、ルール地方なんかで石炭がたくさん取れて、はい、石炭とか鉄鋼っていうのは兵器を製造する上で欠かせない材料なので、はい、これをちゃんと共同管理しておけば戦争を防げるだろうという、うん、なるほど、戦争防止のための共同体として最初出発するわけですよ。でだからね、石炭と鉄鋼っていうのは欧州石炭鉄鋼共同体に入ってたのはフランス、西ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、うん、ルクセンブルクの6カ国で、ルクセンブルク一番お金持ちなんですけども、 これらの国6カ国にとってこの石炭と鉄鋼が共通の財産、つまりコモングッドだったんですね、うんうん、コモングッドっていうのは例えばアメリカのサンデルなんかはこれ共通善っていうふうに捉えているんですけど、グッドっていうのは善という意味のほかに、まあ、都合がいいっていうような意味があって、ハナ・アーレントなんかはコモングッドっていうのはそういう都合がいい、つまり共通利益なんだっていう、共通益なんだっていう。この辺例えば51年っていうと戦争はどういう政治的イニシアチブですかね。多分ドイツはまだどう言いますかね、完全に政治的には独立しようかなというぐらいの頃ですよね。そうですね。そうするとやっぱりフランスとか、他のベルギーとかルクセンブルグとかが最初からその、ドイツにその話しかけていく。例えば EU のイニシアチブとはだいぶ違いますよね、これは最初の時はね。でこれは要するにやっぱり誰か、まあ、有名な方がおられるわけですかね、このやっぱりその石炭に関してもそのリードされたとかいう。だフランスが随分手伝ってくれたと思ってますね。この時からそうなんですけど、うん、フランスとドイツが共同歩調で行って、フランスとしてはね、ナチみたいなのが出てきた。そうね、うん、あれはフランス側の過大な賠償金を課したためで、うん、自分たちに責任があるっていう思ってるし、ドイツはドイツで、うん、そのナチみたいなものを申し訳ありませんっていう気持ちがあって、両方でフランス、宿敵同士だったフランスとドイツがやっぱり手をつないで仲良くこれからしていこうっていうのが非常に強かったんですよね。でその周りの国々がそれを助けた、うん、というのが大きいですね、うん、例えばこの後でどういうことドイツフランス合同旅団とかいう軍事の一体化とかもやりますよね。これはもうずっと後の話ですね、うんうん、だいぶ後ですね、うん、EU その後でやっぱりこれもフランスのやっぱり、イニシアチブ大きいですよね。そうですね。というか1967年に EU ができて、はい、イギリスが入りたいと言ってきたんですね、はい、それをドゴールが拒否しましたよ、うん、これはドゴールはイギリス、今回のブレックスミットみたいなことを、うん、予見したかのようなことを言ってますけど、うん、イギリスは大英連邦っていうものが他に抱えてるんで、うん、ちょっと他の EU ヨーロッパの諸国とは違うんだっていうのがドゴールの解釈ですけど、うん、他の解釈ではこれはイギリスとフランスっていうのは長年の間のライバル関係なわけですよ、うん、だからフランス人が英語喋らないっていうけど、あれはもうちょっとのところで世界を制覇してるのはイギリスじゃなくてフランスだったかもしれない、うん、そしたら世界中フランス語話してたかもしれないっていう、そういう意識が僕の子供の頃まではまだちょっとあったんですよねでも今はもうなくなってきたんで、フランス人も英語を喋るようになりましたけど、うん、
イギリスと、うん、に対する対抗意識っていうのもあったかなと思いますけど、うん、まあでも結局そのさっき の, あの欧州石炭鉄鋼共同体に入っていた6カ国に加えて、うん、まあ、あのデンマーク、アイランド、イギリスが1973年に入ると、それからね1981年にギリシャが入ったんですね。そうですね。僕はこれも反対で、僕はギリシャも行ってて、ギリシャってのともかく、レストランで食事してもコーヒー飲んでも領収書がないんですよね、うん、こうやってせあの領収書ないってことは税金集めてないんで、こんな国と一緒にやっていけるかなっていうふうに、うん、まあ、正直言って思いました。だからあのスペイン、ポルトガルが86年に入りますけど、スペインもポルトガルも随分貧しかった、特にポルトガルも貧しかったので、うん、いやポルトガルは僕も講義に行ったから覚えてますね。だから僕は随分これらギリシャ、スペイン、ポルトガルの加盟に僕はあの懐疑的でした、うん、だけど親友のドイツ人はね、そんなことをお前の言ってることはみんな俺たちも知ってるけれど、うん、ヨーロッパってのはギリシャ、ローマからできてるので、うん、ギリシャ、イタリアを抜きにしたヨーロッパ共同体、連合体っていうのはありえないだろうって、そういうことを、まあ、うん、彼らに言われました。まあ、少なくともやっぱりその目標がはっきりしてたっていうことですね。すなわちヨーロッパを一つの共和国にするというか、まあ、共和制の、まあ、それぞれが独立したその共和制にする。で要するにその、まあ、まだもちろん軍事とかそういうものを、連邦政府でやるっていう状況にはならないけれども、将来は、経済統合とそれから、外交、そういうものをやっぱり一体化して、少なくとも日本では沖縄と東京は戦争しませんから、まあ、そういう構造にしようということですよね。だからまあ、そこまで考えてしまえばギリシャを入れずにね、例えば、EU 統合はないし、僕やっぱり今一番の喉元に突きつけられてて、まあ、多分この前のクーデターでそういうことなくなったけど、トルコの問題やっぱり、出てくるでしょうね、やっぱりね。あ、まあ、明らかにヨーロッパ共同体っていうのはアメリカ合衆国のようなヨーロッパ合衆国を目指してたんですね。そうですね。で、アメリカ合衆国の場合、やっぱりいろんな州が集まって合衆国を作っているわけで、うん、各州にかなりの自治権が与えられてますよね。 そうですね。それと同じようにヨーロッパ合衆国ってものを作って、各国が、まあ、アメリカの州のようになって、うん、それぞれある程度の自治権を持つ、うん、だけど全体として一緒になって仲良くなろうと、うん、それでアメリカに対抗しようっていうのがあったと思うんですね。だからまあちょっとイギリスは非常にアメリカ寄りなんで、ちょっと、うん、というのがまあドゴールの判断でもあったんですけど、だからまあまあ、結局 EU ができて、まあ、オーストリア、スウェーデン、フィンランドも入ったと、うん、それからまあユーロが2002年に導入されて、うん、まあ、ユーロをドルに匹敵するものとして、まあ、ユーロを導入した、うん、で それがまあうまくいっていない、結局このユーロと移動の自由っていうのが今や EU 諸国内の、まあ、足かせになってるんだと思うんですね、うん、西川先生、ピッグスってご存知ですか？どの ピッグス、あ、ピッ、まあ、豚、はいはい、知らない、はい、ピーはポルトガル、はい、あ、なるほど、はいはい、I がアイルランドとイタリア、はい、G がギリシャ、はい、S がスペイン、あ、まあ、そういう故障のがいくつもあるんですけども、うん、これが一番有名なんですけど、これが一番今 EU の中で足かせになっているんですね、うん、経済的にうまくいっていない、うん、まあで結局、まあ、ギリシャの債務不履行寸前まで行ったっていうことは、うん、まあ、よく知られていますけど、まあ、ギリシャでは昔はドラクマっていう通貨使ってましたけど、あそこに戻せばね、国の経済規模が、ね、まあ、景気悪くなったら
通貨の価格が下がる、うん、それでどうにかまあ復興するんですけども、うん、ユーロに入ってるんでそれがいかない、うん、で、まあ、一番あのギリシャ人が避難するのはドイツで、そうですよね、もうタクシーに乗ったらもう嫌というほど、そうですね、運転手さん、まあ、一番ドイツ人が観光客で来てるのに言いますよね、で、まあ、つまりさっき西川先生が言われたように、例えばあの日本の中で景気が悪いのは、まあ、北海道と沖縄ですね、はいはい、例えば北海道と沖縄に東京なり関西なりは随分、まあ、お金を出してるけど、はいはい、僕らは別にそれ文句言わないでしょ、うん、そうですよね、だからヨーロッパ合衆国を作ろうと思うんだったら、うん、そのギリシャみたいなところが、まあ、今の北海道みたいなところで、うん、景気が悪いんだと、うん、そこに、まあ、お金出そう、うん、まあ、ドイツがお金出すっていうのは、うん、まあ、許さなきゃいけないんですけど、うん、ただ、まあ、ドイツ人としては自分たちが一生懸命働いていて、うん、ギリシャの人たちっていうか、まあ、南の人たちは遊んでいると、うん、それはかなわんという、まあ、僕はやっぱりそういう単純な話だけではなくてね、やっぱり通貨をその完全にそれぞれの、まあ、要するに国 の, その銀行、まあ、日本銀行に当たるものが擦れるわけですね、で、うん、擦ってはいけないっていうような、足かせをそれぞれでその、まあ、EU 全体で決めてあるっていう形で、しかしまあお金は流れるわけですけども、だからやっぱりするん違うかというね、疑心暗鬼がどんどん出ちゃいますよね。やっぱりそこの構造がやっぱり見えてなくて、例えば、要するにギリシャ問題、それからスペイン問題にしても、結局は要するに銀行取引が要するに完全に開示されてない、隠してると、で税金も取ってないっていう、そういう問題があったと。で一方ね、例えば今ビットコインっていうのありますよね、うん、でビットコインっていうのは面白いのは論文が出てるんですけども、一番最初にビットコインを考えた人の論文を読むと、あらゆるその貨幣取引を全部記録して全部ディスクローズしたら中央銀行いらんっていう話なんですね、はい、だからやっぱりだからそれと逆のことせないかんから、やっぱりこう時代に逆行してる感じはしてですね、これをやっぱりまとめていくのは確かに大変で、EU の精神は素晴らしいので、その通貨システムなんかはやっぱりもっと違う形に変えれると、まあ基本的にはディスクロージャーをどうその保証できるかというシステムに変えないかということで、同じことを繰り返すのは気しますね。僕はね、ユーロの導入早すぎたと思うんですよ、うん、もう少しヨーロッパ内の格差がね、はい、少なくなった段階で導入すればよかったけど、はい、で、まあ、ユーロ導入した段階でもうこれユーロの紙幣にドイツ発行の、うん、ユーロとイタリア発行のユーロとかあって、うん、それで値段が違ってくるんじゃないかとか ね、そういう話もありましたよね、うん、で、まあ、それはできなかったんで、うん、でもやっぱり明らかな格差はあって、うん、これをどうにかするためにはまず、うん、まあ、まあまあ、非常に苦渋の判断になるけれども、南ヨーロッパの国々、まあ、我々は経済的に落ち込んでるわけですね、そっちと北と分離するとかね、うん、これはできないでしょうけど、それからまあ今日の新聞の書評欄にも出てましたけど、スティグリッツっていうアメリカの経済学者、はい、ノーベル経済学賞を取った人は、うん、あれはドイツがユーロ圏から出ればいいんだと、うん、他の国はみんなまあまあ、似たようなもんだからって言うんですけど、うん、まあまあ、ドイツだけじゃなくてオラン、GDP で一番高いのはユーロの中では今ユーロ圏ではドイツですけれども、
国民一人当たりの所得って意味ではまあ、ユーロに入ってないけど、EU に入ったのはスイスが1番ですね。それからそうです、ね、ルクセンブルクが2番かな、3番がオランダで、4番がドイツだと思うんですよ、うん、まあ、ドイツよりも、まあ、お金持ちの国では結構あるんですけど、うん、まあ、結局その今 の, ユーロ相場っていうのはドイツとかオランダとかルクセンブルクといった景気のいい国の相場に合っちゃっている、うん、だから日本でいうと、まあ、円高、うん、他そこのピックスの国々にとっては円高っていうユーロ高になっちゃってるわけですよね、うん、それで非常にきついわけですよね、まあ、輸出ができない、うん、まあ、これで、まあ、大体状況は大体分かってもらえたような気はしますが、大体あと残りの15分ぐらいでですね、やっぱりその将来の問題をちょっと最後に議論して終わりたいなと思うんですけども、例えば一番僕は大事な問題かなと思うのは、次の総選挙で、はい、やっぱメルケルさん退陣っていう話になりますかね。あ、それが一番大混乱になりますね、そうなると。だから僕はね、メルケルさんが続投するか、メルケルさんの政策を継承してくれる人になってほしいし、うん、まして、まあ、だからそれがCDUでも SPD でもいいですけども、うん、やっぱりアルタナティブ・フィア・ドイツみたいなところが政権を握っては困る。で、でフランスの方がもっと怖くて、怖いですね、ルペンの、はい、国民戦線でしたっけね、はい、あそこは本当に大統領にもなりかねないぐらいの、ですね、そういう勢いですよね、それを防ぐにはやっぱり僕は難民は制限せざるを得ないと思います。うん、そういう意味でね、僕やっぱりフランスの選挙制度っていうのは割とよくできてるなと思う。今回の例えばトランプさんのことから考えた時にね、フランスの場合、まあ2回選挙しますよね、はい、だからその中でもちろん、いろんな連携が起こるだけじゃなくて、国民自体がもう一度その、国民戦線でいいのかいう問い方ができますよね。その場合ドイツの場合は今のところそういう形がないから、うん、もう負けてしまって、単純に、まあ、5% ルールありますけども、議席が確保されるともうそのまま、それこそオルタナ、まあ、ドイツ の, 選択肢、もう一つのドイツの選択肢が、十分、コアになっちゃう可能性がありますよ ね, ありますね。もう一度考え直す。それからブレグジットもですね、トランプさんも一回結果を見てからもう一回考え直すということができないですよね。ところがフランスはですね、少なくとも大統領選挙ではそれができる構造になってますよね。だからやっぱり残念ながらちょっとそういう意味では、まあ、日本も同じですけども、心配は心配ですよね。だからイギリスのブレグジットの場合は、あれはもう一回選挙したら、ちょうどあの時ロンドン嵐で選挙を受けなかった人多かったでしょ、でロンドンの人は大体EU 残留が圧倒的に多いですから、彼らはもう嵐があっても何であっても今度はそうですよ、ね、選挙に行きますと、そうしたら次に選挙したら結果違ってたかもしれない、うん、トランプが選ばれた後の今のアメリカの荒れ具合を見てると、これは偉いことです。そうですよね。いや実際に誰だったか、その歴史学者、フランスの歴史学者が言ったかな、やっぱり投票率が過半数終わって、でこれはアメリカ大統領選挙でもほとんどなかったらしいんですけども、まあ、48% 以上過半数終わって、でしかも、得票率で劣ってる方が大統領になるという、まあ、選挙制度ですからね、これは仕方がないとはいえ、やっぱりそういうことで自然とその、民主主義が死んでいくっていうことがあり得るんやっていうことをやっぱり言っているその歴史学者がいたですね。だからやっぱりもう一度考え直してみる。だから多分もう一度選挙したら多分変わると思うんですね。その得票率ではもう違うわけだから、やっぱりそういうところで、今回僕もちょうどベルンにいる時にアメリカの友達にいろいろ聞いたけども、
まあほとんどアメリカの人はやっぱりクリントンさんが嫌いで、でまあいっぱい悪いことしてるだろうというふうに、もう確信していたというところで、やっぱりなかなかこう筆が進まなかったんだろうと思うんですけども、じゃあ蓋を開けてみたその政治体制どうするのかっていう話をした時に、そのもう一度筆が進むようになるっていう、こういうもんですよね。だからまあどっちがいいかっていうのどっちが悪いか、まあより悪くない方に入れるっていう、あの消極的な投票をしなきゃだし、まあアメリカの場合あのヒラリー・クリントンの方が得票数は上でしたよね。そうですよね、うん、まあ 0.2 ですけどね、うん、だから得票数が上だで、だけどあの、まあ、獲得の代議員数では、まあ、トランプが上 で、ね、まあ、そういう場合はもう一回やるとかね、うん、いうふうなシステムがあってもいいかもしれませんね、うん、まあ、フランスは3回やることもありますよね、まあ、ありますよね、ですからまあ一応上位何人っていうのをしっかりやるということでもう一度考えさせ、ですから前あの国民戦線がほとんど1位になった時にいろんな形でそのデモもあって、でみんながあの考え直して、次の時にはもう、完全にマイノリティに落ちたですよね。ですからやっぱりそういう構造が本当は大事かなという感じはしましたですね。だけどやっぱりかなり今危機的な状況があって、その少なくとも僕はまあもちろんドイツの選択肢が第一党になることはないと思いますけども、しかし今よりもはるかに大きなそのどうですかね、その力を持っていた時に僕やっぱりもう一つはその今でも完全に融合してないその東西問題がもう一度こう上に上がってきてしまって、その、まあドイツ自体がですね、また今先生が大変なことになっていくという心配があるんじゃないかと思うんですけどね。もうそれが一番怖くて、だからそれを防ぐためには、うん、あんまり理想的なことは言ってられないでしょうと、うん、少しは妥協しなきゃいかんだろうと思うんですね、うん、さっきいろいろな名前出てきましたけど、まあ非常にその、まあ、極右的な考え方を持っているところが政権を取る可能性が強いのは、まあまあ、フランスとオーストリア、まあ、オーストリアが一番強いかもしれない。でもハンガリーも非常に強硬ですよね、うん、まあ、そういったところがもう少しみんな他の EU の諸国と仲良くやっていくようにするには、うん、それは難民移民制限しようっていうのが少しもうちょっと歩み寄らないとやっていけないと思いますね、うん、で、まあ、実際、5日ほど前ですかね、ドイツは政策転換して、はい、難民制限するかもしれない。あ、なるほど。まあまあ手は打ってるんだなと思いますけど、うん、もう少し、うん、それ大々的に宣伝しないといけないと思います、うんうん、ただその僕単純に言ってその難民制限するといった時にですね、少なくとも入り口から難民がどんどん押し寄せるという状況の時に制限をするということはそのシリアで戦争が続いている以上はそのはっきり言うともう難民に死ねということと同じですよね。だからそこら辺を、まあ、もちろん日本は一切受け入れなくてそういうことを言っていいのかどうか確かに問題ですけども、今の状況では例えばアレッポなんか20万人、本当に亡くなるんではないかと国連心配してますよね。でそういうようなことがもう当たり前のように起こってしまうっていうことに対するですね、やっぱり責任みたいなものいうのをやっぱりどうしていったらいいのかですね。まあまあ、一部は、まあ、トルコとかそういうところでとどまるわけですけどね、うん、だからその代わりトルコに今、まあ、経済援助するっていうことになってるけど、うん、そうですね。それはこの前の一応、なんていうかな、その EU とトルコとの申し、まあ、中華、まあ、一応条約みたいなことはできましたですよね。だからそのおかげでトルコに対しても何も言えませんよね。そうです、はっきり言ってね、まあ随分むちゃくちゃなことが起こってますよね。反政府的な人を捉えて、そういう意味でやっぱり
どういうかな、やっぱりまあ難民問題がものすごい大きな影を落としていることは確かですね。でその、今先生がおっしゃった理想を、まあ、はっきり言うとそのある程度、まあ、こう捨てれば捨てるほどその要するに状況がもう悪化していくという状況で、で守られるのがまあそれぞれ EU の一体性であるとか、まあ、ドイツ の、 あの一体性っていう話になってきてて、まあ、やっぱり、あまりいい時代ではないなと、あの特にトランプさんのやつを見てもですね、なんとなく感じるっているわけですけどもね、はい、だけどここは少し、まあ、理想には理想のレベルを下げてですね、うん、妥協しないといけない、あの、うん、政治っていうのはやっぱり妥協だと思うんですよね、うん、スウェーデンなんかは先生どうなんですかね、やっぱりかなりあそこもオープンな政策ですよね。でそれは要するに今も、変わらんでやってるんですかね。やっぱりスウェーデンは、ね、だから EU から、まあ入ってもう出たいって気持ちを持ってるんですよ。あ、結局、ええ、うん、あのここは結構よくできてる、うん、みんな落ち着いてますよね、うん、でもうこの EU の混乱に巻き込まれたくないっていう気持ちですよね、うん、なるほどね。でもスウェーデンは結構難民は受け入れてますよね、うんうん、実際あの、まあ、最後としてはその高橋先生としてやっぱり、まあ、一つはこうなっていくだろうなっていう話と、やっぱりまあなんかこういう方向にそのまあ解決があるかもしれないというような最後サジェッションとか、まあそれどうせ政府が聞いてると思いませんけれども、何かありますかね。まあ僕はあの、うん、ドイツ人の反対は強いだろうけど、うん、ドイツがもっと経済援助をしなきゃいけないと思いますね、うん、あの EU 内の他の貧しい国に対しては、ええ、同じヨーロッパなんだと思うんだったらしないといけない、うん、からまあユーロについての見直しが必要だろうなと思いますね、うん、それからあのまあ EU 内の移動の自由を少し制限する必要もある、うん、だから例えばあのまあ、EU 内の移動の自由を1995年当時の加盟国の12カ国ですね、まあ、東欧なんか入ってない状態に、うん、まあ、戻す。そうすると、まあ、東欧からの大量移民は防げますね、うん、なかなか難しいですよこれは、うん、あとやっぱり一つ問題はその、EU 議会をですねどういうふうに位置づけるかという話になってきますよね。ですから今のところだと EU 議会の権限というのはあるように見えてほとんどまずないと、うん、で、まあ、はっきり言うと意思表示の機関でしかない。だからその例えば、難民問題を、まあ、もう要するに、まあ、宣言も含めてその国境のボーダレスにしようというのをいくら言っても各国がある意味ではそのはっきり今言った制限とかいうことを、ね、国内法で決められるという構造になってるんで、うん、これ前向きの例えば EU 議会に権限を与えていくっていう方向にはいかんもんですかね。これいかんですかね、うん、やっぱり。いや、まあ、それイギリスが反発したのはそれですよね。そうですよね、だからそれがイギリスが出ていったわけですから、だからそこを、まあ、経済でそれをやるのは今すぐには絶対難しいやると思いますけども、やっぱり例えばじゃあドイツ の、 経済がどう援助すると言っても無限にあるわけないですよね。でそうすると援助のお金をどういう形でその、まあ、分配していくかっていうのをドイツ政府が決めずに例えば EU 議会で決めるという構造になっていくわけですからね。だからあの先ほどのコモングッドっていうのが、はい、あの EU の前身ができた時には石炭と鉄鋼っていうのが、まあ、ヨーロッパの中での共通利益だと言いましたけど、うん、今は多分
経済っていうものが EU の中の共通利益だったんですね、うん、でやっぱり政治統合っていうことよりもまず経済をEU の経済を、守る活性化させる。じゃあ最後にですね、せっかく高橋先生に来ていただいてね、高橋先生もずっと、ドイツと日本と比べてこられてで、なおかつやはりゲーテの研究で一番それこそ科学から文学までいろんな著作も多く書いておられるんで、ぜひ、今日の話題に限らずですね、日本の若者にどんなことを、伝えて、いきたいか、いうふうに何かこう考えられていることがあれば一言ぐらい先生お願いできますかね。そうですね、もう少し外国に出てってほしいですね、うん、僕たちの時代は、西川先生のような医学の分野では日本はすでにトップを走ってたのかもしれませんけど、私がやっている文系なんかの研究ではやっぱり欧米に比べて日本のものが劣っている。特に私のようなドイツの研究、ドイツ文学とかドイツ哲学の研究ではドイツよりも劣ってたんだけど、あるいはアメリカよりも劣ってたんだけど、それを留学し、そしてドイツの学者と匹敵するようなレベルまで、どうにか伸ばしてきたつもりなんですね、うん、それにはとにかくどっかの大学に就職すればいいとかそういうことじゃなくて、ともかく国際的なレベルに達するってことを考えないといけない。でそういうことを僕は一生懸命やってるのは、結局プロ野球とかね、うん、サッカーの選手っていうのは国際的レベルで活躍してる。相撲でもそうです。でそれをね、もう人たちだけじゃなくてみんなしなきゃいけない、うん、だけど随分内向きになっちゃってるなと。そして今の難民問題なんかでも、あれは遠い国の話でうち僕らは関係ないよみたいに思ってますね、うん、そうじゃなくて、グローバリゼーションに反対するにしても世界の問題に対してもう少し敏感になってほしいなと、そして世界の一員であるという意識をもう少し強く持ってほしいというふうに思いますし、やっぱり大学生なんかにはもっと留学してほしいなと思いますね、うん、じゃあどうもありがとうございました、はい、今日はその難民問題、特に、ドイツに焦点を絞って、メルケルさんのこととかいろんなことがお分かりいただいたんではないかなと思います。で今日本当に先生ありがとうございました。で一応ドイツへの新しい眼差しは続けていこうと思っておりまして、高橋先生も入ってですね、次は例えば法の問題で、例えば日本とドイツが大きく違う生命倫理法であるとかですね、こういうことに関しては医学の先生も法学の先生も結構興味があるので、そういう問題を取り上げていきたいと思っています。それからもう一つはドイツ科学の方ではですね、ドイツの研究所でどんなことやってるのかっていうのをもともと日本フンボルト協会は、いろんな方にお知らせすることを大事な事業としているので、そこも入れていってやりたいと思います。どうも今日はありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ